ねなんてただの言い訳と分かっていたけど、誰だと知るのか恥ずかしかっただけ。確かに僕は君から見たら頼りないって、そんなこと分かってる。でも乗り越えられるんだって、こんな風に愛をして、君がいて本当によかった。高鳴るフィーリング、この想いが走り出す季節と共に、君のもとへ僕の声で今すぐに届くといいな。今感じた予感必ず当たるその日が来ること、信じてるから僕はここにいる。なんて関係ないんだ、僕の目を見てよ、真剣な想い誰にも負けないよ。確かにまだいろんなとこ頼りないけれど、近い将来には強い男になるから、始まる二人だけの誰のものでもないストーリー、君のもとへ愛してると今すぐに伝えに行こう。今感じた予感必ず当たるその日が来ること、信じてるから僕はここに。届くように今始まる二人だけ